ちゃんめ出たらパワー90超えるからな。そう考えるとまあまあ破格な選手ではある。もう打感がちゃうもんな。なんかはい、どうもクラゲです。今回なんですけども、本日はスピ解放完成いたしました。アレハンドロ・ミリア選手使ってリアタイやっていきたいと思います。まあ、ちょっとね、この前動画にしたかと思われるかもしれませんが、前回動画日付見てみると2023年の5月1日でした。まあそろそろ動画にしていいかなと思いまして、今回ね1年ぶりに動画にしていきたいと思います。まあちょっと毎年恒例にはねなりつつあるんですけど、やっぱり純正には欠かせない一番打者なので、まあこの完全体のメディアを皆さんにね見てもらいたいです、僕は。でね、まあ、メディアを知らない方は誰と思われるかもしれません。そう、それが正解です。僕も誰か分かりません。一軍ではほぼほぼ活躍してないのに、この超優遇された特殊能力を持ってるということで、かなりぶっ飛んでます。で、まあ、今期からねチャンスメーカー強化入ったことによって、まあ、実質メディアもねプチ強化になったんじゃないかなと。まあ、アウトカウント関係ないんでね、2打席目以降も使いやすくなったメディア、今日はちょっとね純正の1番バッターに戻ってきてくれたんで、まあ、思う存分ね暴れてもらいましょう。で、めちゃくちゃ嫌われそうな打線を組んでみました。友達を、はい、ほんと消失しそうな打線を組んでみたので、今日はちょっとね、ねちこく嫌われるようなバッティングお見せしていきたいと思います。ということで、1年ぶりのメヒア、使用感確かめていきましょう。本日もよろしくお願いします。爆飯くんさん対戦よろしくお願いします。それでは対戦よろしくお願いします。まあ、なぜこのメヒアがこんだけ強いのか、僕にもわかりません。本当に。本当にわかんないんですけど、もうね、ラインドライブ、そして広角を持ってるっていうだけで、もうほんまにね、ヒットが量産できます。今のもね、サードゴロやからな。で、本日はちょっとね、熱気坂倉を連れてきてます。ちょ待って、パワー98、やっぱ破格っすね、これ。熱気坂倉。まあ、通常ももちろん強いとはいえ、さすがに、いや、さすがに勝てんかな、こっちには。で、新井さんと。まあ、今年 TS 第3弾あたりで、来るとちょっと個人的には予想してるんですけど、ちょっとまだ分からんけどね、そろそろ出てきてもいいんじゃないですか。もう A ランクおらんからね、メヒアで手一杯よ。うわ、ちょっと待って、ミスった。で、まだ続きます、超高額ラインドライブ。ここまでかな、ここまでですね。坂倉選手は超高額ではないとはいえ、3人が超高額を所持しています。今のは切れません。ライドラはバカ強いやんけ、ちゃんと揃えたら。まあただね、今から純正始める人はメヒアも取れないですけどね。だからまあ1番から4番までしかラインドライブを固めれないんですけど、まあそれでもやわな。うわ、もうやってるわ。で、こっからはまあ普通のね打線なんですけど、でまあカープはめちゃくちゃね広角が多い方ではあるんですが、でもほとんどの純正が結構ねガチガチで揃えたら広角打線組めると思うんですよね。まあ、唯一ショートがカープはおらんかな。でもまあキャッチャーの枠はね広角で埋まってくれてるのはありがたいし、割と、うん、純正広角打線組めると思う。そう、ノムケンさんの枠、このショートの枠だけ唯一ね広角がどうしてもいない。まあそれでもノムケン打ちやすいからな。うん、まだ続くからね。ナロッカも超高額です。これもうバグやろ、純正として。まあまあ、うわ、そのバグ打線で打てない俺。それでは2試合目お願いします。まあそのね、アレハンドロ・メヒア選手なんですけど、まあ、なんやかんや活躍したからこの査定が、うん、もらえてるでしょうってね思う方もいるかもしれないので、まあ、ちょっとねアレハンドロ・メヒアの成績というものを振り返っていきましょう。まあ、出てきた当初は2017年、まあ、この年は試合出場が9試合しかなかったんで、まあまあまあまだこれからでしょうって言った選手ですね。安打は3本で、ホームランは0本ですね。2017年は翌年2018年、22試合出場、まあ、ちょっと増えましたと。安打が11、ホームランは3本とね、まあ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 、ちょっとね、こっから伸びていく期待をね、まあ、ファンにも見せれた年になったんじゃないでしょうか。うん。で、その翌年は2019年、56試合。あ、いいですね。倍になってますね、試合出場が。ヒットが、42安打。ヒット数も増えてます。で、ホームランが7本。あ、ここまでね、順調にいい感じでこうね、うん。1年ごとにステップアップしてきてますと。いいですね。うん、将来が楽しみです。そしてその翌年2020年、試合数37、なんと下がっちゃいましたね。2019年から37試合しか出てません。安打が15、こちらももちろん、うん、下がってます。そして本塁打が2本と、まあ、前年よりね5本、ホームランも下がっちゃいましたと。まあまあまあ不調な年もあるから、まだこれからですよ。翌年2021年見ていきましょう。出場18試合、ヒット8本、ホームラン0。こちらでアレハンドロ・メヒアの活動は終了となっております。
いや、え、なんで超高額ライドラもらえたん？しかも第三とこのおちゃめっていうさ、ねえいや、これアウトになったけど、打球めっちゃ速いよな。ただね、そのメヒアも2軍ではめちゃくちゃ打ってたんすよ。うん、いいね、いいつなげよそれ。うん、もはや芸術。まあ、17、18はね、3連覇かぶっててね、まあ、層が厚かったとはいえ、まあ、そっから、まあ、チーム立て直し、軒間の、まあ、19、20、21年、まあ、活躍できんかったってなると、まあ、相当ね、きついっちゅう話っすよね。マジで1軍で、うん、見たかった。何個目今日ゲッツ。え？嘘やろ？芸術すぎひん？ほんまに。いや、さっきのシングルで止まったけどさ、今日全部長打打ってない？実質さっきのも長打みたいなもんなんで、はい。全出しをすると。ちょっと打線の方が全然見せれてないから、ちょっとこの試合ボコボコに打つわ。うん。ちょ、ミヒアだけ打ってね、カットしちゃってるんで。いや、こうなったらマジで、強いんすよね。ちょっと力んじゃったね、今の。で、普段ミートがちっちゃいからさ、これですらでかく感じるよな、ミヒア。これはだいぶ勝ってる。がっはっは、全部長打打てる。今日珍しくメヒア使ってみたにしては、ホームランが出てないですけどね。まあまあまあ、こういうのも、まあ、ライドラのいいところじゃないですかね。打ちやすさの証明にはなってると思う。見た？この1、2番の超強烈な打球。いや、純正杯来てほしいな。なんか年に2回ぐらい来てもいい気するけどね。で、そう、ここに、堂林を置くことで、まず打線にね、味があるんすよ。出た！出ました！ライドラのクソギャラシーもタイミングさえ合ってれば全部ヒットになるような打球。あれ結構ね、金本さんやってくれる気がする。なんか、あの変な固有フォロースルーで。ああ。はい、抜ける、オッケー。あ、今日ようやくちょっと打線が繋がってるぞ。まあ、打線がね、熱いから。いやー、もったいな。阿部日出てたからミートしたのに、知っときた。よし、ちょっといい感じでね、寸止めしたから、2イニング目でメヒアに回りますと。まあ、カープ、基本的にね、助っ人、ね、ラロッカといい、結構歴代見ても結構いい選手は多いんですけど、で、こう、ワンアウトでもチャンスメーカー、今季から強化入ったことで出ますと。そう、結構ね、当たり助っ人多いんですけど、直近ではほんとことごとく、外してるよね。また二塁だ。ちょ、もうあって足遅すぎてシングルばっかやねんけど、二塁だコースで。これも実質二塁だから。今日全打席長打やで。もう実質ね。うん、まあ、とんでもない名前の方来ましたね。うん、まあ、今、ゴールデンウィークやし。まあ、やっぱ変な人も湧くでしょう。今、ゴールデンウィークか？もう終わったんかな？もう、とりあえず、あったかくなってきたら、こういう変な奴は湧きますよ。うん。おぉ！いや、惜しいなの。今のホームランしたかったな。ここも全出しです。いやー、まあ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 。でも、ラインドライブ、VS、メルセデスって、ちょっと、ボール球巻き込むぐらいで、いいんじゃないですか？これで。これ、打ち方正解やろ。うおっ危ねえ。ストライクでもおかしくないだよな。待って、全部これマジで今日。全部デジャブで全部一塁止まる。何してんの？全部リプレイ見せとんか、俺は。まあ、ここは熱気が出てますと。ちょっと納得いかんな。メルセデス強。よし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 。とか言いながら打っていくっていうね。これちょっと2打席目合わせるように頑張りますわ。おまけ枠になってるかもしれないですけどね、このシーンは。よし。いや、えぐい。これ見せられちゃちょっと代打打線な、ノムケン。うわー、いった、これあと1人。あと1人で、メヒアに回ります。ホームランやったらちゃんめの場面っすね。マジこうやって、いや、でかっ。ちゃんめはちょっと出れないですけど、メヒア回りました。ちょ、最後マジでホームランってベンデルケンか。あー、合格消されるか。ちょっと怪しいぞこれ。マジで全部長打。クソ強い。トツコーチぶっこんでよかったわ。もうゼロです、トツコ。